はい、皆さんこんにちは、劇団おじです。さあ今回はね、楽天モバイルの話題になります。楽天モバイルの関係者か楽天モバイルの右翼か左翼かわからないけどね、今日はまた一つテーマにしたいと思います。で、一つね、通りすがりのバカはその場の空気を読まないっていうか、どういう場所なのかわからないからぐじぐじ芝生入ってくバカが多いんだけど、まあ日本はそういうバカが多いんだけど、ここのチャンネル申し訳ないけどバカはお断りなんで、本当はね、よいしょ、よいしょ、おじが言ってるバカっていうのは勉強だとかね、なんとかなんか地位名誉とかそういうものを基準にしたバカではなくて、理屈がわからないバカね、そういうのはお断りなんです。よいしょ、カビとか腐ったものってなんか一箇所一個ポツンってあるとバーッとみんなね周りを腐らすだけのその腐敗、この世の中は黒が強いんで、その腐敗するその腐った力っていうのは結構大きいんだよ、世の中ってね。だからその腐ったカビはどんどんこうね、ご退場いただかないとね、ここ全体が腐ってしまうんでね、まあ十人十色ね、意見はみんな違うね、そこを断固として否定したい人、ヒトラーだよねいろんな意見を言うのは自由なんだけどね。まあ今回のテーマは不公平を武器にするわがままね、これはなんだ、なんか変なキャンペーンで、なんかこれ何のやつかな、何のセキュリティアプリだね、勝手になんか毎日ポコポコ出てくるね、迷惑なのが。はい、そんなわけでね、今回のおじいからしてみたらおかしな意見ね。はい、まあポコポコね、この人はちょこちょこね、投稿してる方なんでね、単に言う現在は不公平だね、既存三者のみあり一社ないとは不公平だと思いし、プラチナバンドないと公平な争いができないと思う。確かにプラチナバンドなければ既存と同じ通信品質になるか難しいと思うし、必ず必要だと思う。地下は特にプラチナバンドが必要になるでしょう。ソフトバンクに関しては孫氏はプラチナバンドついも既存2社を不公平だ訴えたほどだ。ソフトバンクは国に訴えてやっと2012年に手に入れた。それほどプラチナバンドが重要だということがわかる。プラについては無制限場合だと、これどこの国の人なんだかしてるか分からないけど、もうちょっとこう文字ね、こうもうちょっとこういつもおじいの動画見てて分かると思うけどね、15、6文字ぐらいごとにもう目安にね、16から20ぐらいでこう段落入れてこうちょっとこうスペース入れたりとかね、見る人のことを考えて、自己中の人っていうのは自分でブルブルって単純にペッってやって、ほら、タンツボってペッて吐いたものを見ないじゃん、誰も捨てるだけじゃん。だからペッてこうやるからどうでもいいんだよ、タンツボの中がもうこうタンが整理されてなかろうが、どこの場所に引っかかろうが全く関係ないんだよね。ただ見ることを考える人っていうのはいろいろね考える、だからね、タッチボみたいにこうペンってやってもね、分かんないし、おじいはメール送るときとかそういうときもね、誤字脱字はするんだけど、それでも一応内容をこうチェックしてね、バランスとかも考えて、説明欄とかもね、こう見たときのこう段落、こんなになって変なところで来ないように、なるべく考えてね、いろいろやってるけどもね、そういう配慮ができる人、できない人いると思うけどもね。投稿はありがたいけどもね、なるべくいろんな人の投稿を見てね、気がつく人気がつかない人、
こうやってなるべく拾っておじもこう縮めるんだけども、変なところで区切りやんとそれが自動的にこうならないんでね、なので、まあ、見て気が付く人気が付かない人ね、だんだん覚えてってください。で、プランについては無制限、どこまで読んだっけ。プランについては無制限場合だと、無制限場合だと現時点では楽天が一番最安、うん、一番最強安価なプランですし、既存3社は高額なプランばっかりである。ドコモも au もソフトバンクも既存3社は8000円から1万円が当たり前になり高額となっている。やっぱり無制限だと楽天が最強だ。ヘビーユーザーは楽天がおすすめだ。ヘビーユーザーは楽天にする価値あると思うね。まあ極端すぎるなとは思うけども、それこそあの平等評価な意見ではないっていうね、のがあります。で、まあ、あの例えばね、例えばリンゴ一箱に10個入ってね、1000円1個100円ね、なんだけども、その隣の八百屋さんでは一箱300円で売ってる。10個入って1000円、ちゃんとしたスーパーで10個1000円、隣の八百屋さんでは10個入って、300円、同じ箱の大きさ同じ重り目方入ってます。で、何が違うのかっていうと、八百屋さんの300円のリンゴね、安いからいっぱい食べれるんだけども、ちょっとこう日付がね、だってシワーとなった上に面積の半分ぐらいが虫に食われてこう穴が開いてる、ね、虫食い、虫はちゃんと取ってある、ただ虫に食われただけ、ね、ただそこを切り取って食べれば、大丈夫、ね、昔はよくいっぱい売っていたそういうのね、うん、まあ、あの値段も安くしてね、普通に売ってたんだよスーパーがね。で、まあ、食べる量としては変わらないものが1000円と300円ね。さあ、これが今度ね、買う側にしてみたらね、こっちの方が得だ、同じ重りなんだったらこっちの方が得だ、ね、でも大体今の時代はいやー虫食い、全部虫食いなの、いやーそれじゃちょっとっていう人が多いんだよ。だ、本当外の国ではね、本当にもう葉っぱだろうが雑草だろうが虫だろうがね、もう生きていくのが大変な国もいっぱいあるわけだしね。日本だっていろんなね、シャンパンあさりね、お店の裏にあるここのとこね、今でもいるでしょ日本にね。だ、本当もう何でもいいからっていうね、ジャンパンみたいな値段がつかないようなものをね、安いんだお得なんだしてね、とは言ってもね、まだ綺麗なパンの耳とかね、揚げますとかね、10円とかよくあるけど、あれぐらいだ私もねえ、どうですか楽天ね。まあそんな感じなんだよね。それで今そんな中でね、いろんなことがすごいよくこうまとめられて、まあまあそれしょうがないよね、楽天シートでね、まあこれネタで投稿してる人だけどもね、だん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 値段は他よりも他のキャリアよりもね、ベースが高くなってきているね。それはもうみんなもご存知の通りよね。それでじゃあプラチナバンドを手に入れたらね、どうなるのか。当然プラチナバンドを手に入れてもまたそれを整備するのにお金がかかるわけだしね、そういうのをこう解消しなきゃなんないんじゃないの。他のものと対等に競争できるようになったら、品質が上がったら当然値段上がるんじゃないの。違うの、楽天モバイル値段上げない、今のままずっと男のままでやるの、公平だ公平だって、公平にしろって言いながら、じゃあ同じもの持ったらそれこそ値段公平じゃないじゃん公平にね、1万円近くなるわけだよ、ね、じゃあどうなんだろうね。で、この不公平というものを武器にしてギャーっていうのがね、世の中にいっぱいいるんだけど、その関係のない外野がぐじゅ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 言ってね、なんか
ね、まあ、これが過激になってくると丸々警察みたいになってくるんだけど、あのグランツーシーザーとかね、ああいう気持ち悪いのがいっぱいいるけどもさ、ああいう風になってくるんだよね。人にだんだん迷惑かける状態になってくるんだけど、本当あの GT シーザーって気持ち悪いよね。本当あのシムのシーザーも気持ち悪いけどね、本当、うん、あのオタクっていうのか、一定超えるとやっぱり気持ち悪いんだよ本当ね。でこのガイアがギャー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 いくら吠えてても、楽天モバイル本ね、当の楽天モバイルがプラチナバンドはいらないっつってね、あの手を挙げなかったね、もうスタートする前だから、プラチナバンドをゲットスタートとかね、そこら辺も十分視野に入れて、総務省が割り当てを考えてね、募集したところ、楽天モバイルはね、手を挙げないね、いらない、結局 au だけが手を挙げて、あやおやってね、だ競争なしってことで、あの au のものになったってね。まあプラチナバンドの割り当ては国は公平にね、楽天モバイルに減産するだろうっていうことでね、ちゃんと準備してくれたら、あそれいらねえよってことでね、あの手を挙げなかったね。それが楽天モバイル。あとここら辺はいらねえよとかね、まあ、ぐじ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 こう言っていて、でそのくせあのちゃんとしたもんでね、いろいろできないし、金はねえしね、大丈夫みたいなことばっかりしてるしね、まあそんなところがね、ちゃんとできるわけがないし、でほとんど回収してるお金のほとんど、あのいろんなね、ほぼ詐欺に近い形で、その覚えのない通話料、うわートラップに引っかかったみたいなもので、お年寄り騙して取ってるようなもんだしね、やってることがねめちゃめちゃなんだよ、とりあえず。で法律は守らないね、あの守らないっていうか、総務省に言われても、うちはそうは考えていないっつってね、同じ総務省からね、法律を作った総務省からこれはダメだって言われても、何度も何度も反抗して繰り返すっていうね、そういうところが公平性をどうのこうのっていうのもね、ちょっといかがなものかなとは思うよね。だって散々、だって例えば泥棒とか犯罪者がね、あの前科がいっぱいついてるものがね、こうでやるね、あのコーヒーこうだ、平等にこうしろって言ったって、どうしてまたお前悪いやつだしなって人見ないね、平等じゃないだ、お前また何か企んでんだろうみたいなね、ろくなことにならないんだよね。まあそんなわけで、まっとうの本人たちがいらないって言ってたわけだしね。でこのプラスターバンドをだ永久的にねやるべきではないなんて言ってたじゃん。今の言ってることがめちゃくちゃなので、わかる？今の言ってるのはどういうことかっていうと、そうプラスターバンド、あの電波のね整理の時に再割り当てねするのはいくらでも自由なんだよ。あの国から借りてるたって、あの毎回毎回期限があって更新してって、そういうやり方だからね。でその期限を待たずに踏んだくるね、よこせ踏んだくる声、あのちゃんと総務省とソフトバンクなりドコモなりね au がちゃんと期限付きであの割り当てられたものをねちゃんと使ってるんだよ。でこういうことにならないようにちゃんと楽天モバイルがね、正式スタートする前にね、プラチナバンドをね、募集かけたのにね手を挙げなかった、ね、でそこで後になってからプラチナバンドをよこせと言われても、ね、ちゃんと先に準備出したでしょ、ね、そういう感じだよね。だから他のキャリアも国もそう見てるわけじゃん結局で。その今ドコモ au ソフトバンクに割り当ててるものの期限があるわけで、でいろんな結果があるわけでね、だそれが終わった後に
ちゃんと一回戻してんじゃん、もう一回ね、サイド割り当ての時にそこでもらえばいいだけの話なんだよ。でなぜそれが問題なのかというと、今現在のソフトバンク、ドコモ、au のお客さんに影響が及ぶ、損失が及ぶということになります。ここのキャリアのところで使ってるものを踏んだくってよこせっていうことは、そこの電波を使ってるお客さんはどうなるの？じゃあ端末が対応したくなったらそれどうなるの？楽天モバイルが与えてくれるの？現在ご利用の人が移動のために申し訳ございませんって新しい端末納得できるものをちゃんと用意してね、やってくれるの？国民一人一人全員使ってるユーザー、しかもそれをやるからいいだろうで強制的に分取るんじゃ、強盗と対して変わらんね。何作りにしたってちゃんといろんな計画があったらちゃんと立ち退き交渉して納得してね、それなりに出て行ってもらうっていう、そういうものがあるわけじゃん。三大キャリアは3つの会社しかないけど、使ってるお客さんに被害が及ぶんだ。どれだけの人が犠牲になるんだよ。犠牲になる人のことを考えて公平性がって言ってるのか。公平性考えるんだったらちゃんと今割り当てられてる電波の期限切れてから、それからちゃんと正式に手を挙げて割り振ってもらえばいいじゃないか。ちゃんとドコモ、au、ソフトバンクで公平な割り当てでうまく3社のね競争もあって回っていたその世界に来なくてもいい楽天モバイルがシャシャリ出てきてちゃんとできないくせに、そこで乱して公平性があって言ってることがおかしいじゃん。そもそも今までちゃんときれいに回っていたものをぐちゃぐちゃにしてるだけじゃん。だから場外から突然ね、このリングの中でね、猪木と長州力が戦うそのリングの中にね、突然そこの計画のないね、三半線がいきなり飛び込んできてね、で暴れてね、バックドロップでね、後半カウントしろ、ほら平等にカウントしろ、ほらほらついてるだろう、ほらほらって言ってるのと同じじゃん、ね、いやあなたは今ここの中の人ではないんだからね、公平に公平に出たってあなた今部外者ですよね。あなたこの試合に出るって言ったら、あなた出ないって言ったよね。出ないって言ったのに、なんで今頃このリングの中に突然入ってきたの。こういったこと悪いギャラリーが公平性公平性ってこう言ってんだね。いやエントリーしてない、この人の試合じゃないじゃんって言ってるようなもんだね。だから戦いたいんだったらちゃんとこの試合はね、猪木と誰かのやつだからね、ちゃんとしっかりと手続きをしてね、正規の手続きをしてこれで戦いなさいよって、そういうことだよね。ガヤガワツイッターほらカウントカウントレフリーカウントってね、いや全く公平性がないじゃん。この人とこの人たちが三つどもえで戦っているのに、そこに外野がやってきて、ね、関係ない外野がやってきて、ね、あんたらひっくり返してるだけだから、ただ妨害してるだけじゃん。引っ掛けましたね。だから3社に対して妨害するだけじゃなくて、それを利用してるお客さんに大きな影響を及ぼすってことなんだよ。多大な迷惑どこの詐欺じゃないんだよ。そういう人たちのことを全く考えないってことなんだね。だからこのソフトバンクだって国に訴えてやっと2012年手に入れたって、だから手に入れてない期間があるわけじゃん。
何年もあったわけでしょ。だから同じようにだからずっと売ったりのを買ってたんだよ。で2050年にやっと手に入れたで、その流れ同じようになればいいわけじゃん。だってソフトバンクだってずっと訴えてて、だって頑張ってでっかくなった。だから今だから頑張りの期間なんだよね。でガヤがギャー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 言ったところで全く変わるもんでもないしね。だからソフトバンク の株主総会で言ってるのは、あれは本当まさしく会社としてね、正論なんだよね。本当にお客さんを犠牲にさせる会社最低じゃん。それを利用しているソフトバンクユーザーとしてみたらね、だっておじいだってそうじゃん、ソフトバンク使ってるわけじゃんね。それで楽天モバイルのために今のが使えなくなっちゃうから、新しい端末使ってとっととプラン変更しろって言われて、ってなるじゃん。いいとばっちりじゃん。だそうならないようにソフトバンクがね、いやそんなものは認めないよってね、お客さんを守ってくれてるわけだしね。お客さんが3人4人ぐらいしかいないんだったらね、また別の道があったかもしれないけど、さあもう洗濯物干さなきゃなんないからね、くだらない話してる時間じゃないね。今日はやっと天気が良くなったからね、いろんな案件動画まとめて作んなきゃなんないし、洗濯も今日はね3回だよ、3回ね。服が1回でタオルが1回、あと冬物の着てたのね、そのまま入れると臭いでしょうね。だから洗ってしまわなきゃならないからね。でもあれもいつも着てるね、トレードマークのジャム、あれも何年も着てるからね、結構くたびれてきたからさ、あれはサンキューパーだったんだよね。でブルーの中テローンっていうのはあれはニッキューパーだったんだね、確かね、うん。また買おうかな、本当今年の冬は新しいシャンパン買おうかな、どうしようかな。本当服もさ、穴が開いて糸が欲しいでベロンってなっても着てるからさ、別に透けてなくなるまで着れてるうちはね、本当靴もさ、こうベロンってなっても こっちがベロンってなって、こっちが減って減っても大丈夫、まだ中見えてってね。でもこうベローンってなってくっつけて、もうダメだっていうから、これがこうなってあーってこうつまずくようになったらちょっとまずいけど、でも昼間の間は水が入ってこねえしね、結構頑張る方なんだけどね。ジャンバ買おうかな、どうしようかなね。本当どんどんなんだっけ、あそこ庶民の味方、いつも名前が出てこないんだよ、島村ね。あそこは本当ね、5エルぐらいまでは置いてくれたんだよね、本当。それ超えるとデブ屋に行ってくれって言われるんだけど、おじちょうどギリギリのとこなんだよね、本当ね、ギリギリだから、島村でお買い物できる状態をなるべく維持したいなって考えてるんだけど、ちょっと島村にいないとデブ屋に行くね。デブ屋に行くとすっげえ高いんだよ、びっくりするぐらい高いんだよ、足元見やがって、本当に高い、びっくりするぐらい高い、本当ね、破産するよ本当で。なんだっけ、アピタだかなね、お買い物行った時にね、プレゼント物をね、役職で買ってあげるよって言った時にね、まあ、自分のやつもなんか欲しいなと思って、で呪文とかね、でジーンズとかね、一緒になるじゃん。そしたらそこのお店の一番大きいのでもね、はい、後ろでこのもう一個上ありますか、この上になりますとそちらの専門店に行かれないと店員さんに言われた時はすげえショックで、本当、ね、担当職人に言うとデブは専門店行けってことで、ね、分かりました、ね、大変申し訳ございません、
やめし、あなたがもあの申し訳ないことをしてあの丸くなったわけじゃないからね、別に謝、その逆に闇なんか謝られたっていいよね。せめてね、あ、このワンサイズ上のサイズは品切れでございます、申し訳ございません、あ、本当、いや、あの予約すれば入る、いや、当店では入荷の見方がございません、申し訳ございませんって、ね、ああそうなのねって、そこでこう察するようにしていただければね、誰も傷つかないね、本当ね、当店ではこのサイズまでになっておりますって言われると、あのすっごい傷つくよね、本当ね。まあそんなわけでね、ヘビーユーザーは楽天がおすすめだってけど、お、別にヘビーユーザーだってポポ最強でしょ。だって速度関係なしね、速度が我慢すればだって0円でずっと通信はできるわけでしょ。あの携帯ウォッチの記事見たけどね、だから最強じゃん、ジョレイで通信できるんだからね、うん、で、まあヘビーユーザー別にだって楽天使わないったって腐るほどだっていっぱいあるし、いろんな方法は、そこの何て言うんだろう、今の日本人のダメなところって、そのとにかく最安値を見つけるっていうね。でおじいもさ、よくいろんなものを紹介するときに、その分かるよ、安いよ、でも例えばね、他で5枚ぐらいのものが中華だと1枚ぐらい、じゃこれ9000円8000円安いよねって比べるけど、ある時ガラッと、だから分かりやすく言うと、プロジェクターで言ったらエプソンとかああいうところが7枚とか10枚とかで売ってる同等のものが中華だと2枚ぐらいで買えるわけじゃん。うんと1万8000円で買えるよね、1万7000円で買えるよね、1万3000円で買えるよね、でこの1万3000円、1万2000円で買えるよとかね、買ってあるわけじゃんね。うんと今度9980円で、あー紛れても音うるさいけどでっかいけどね、まあ一応画質はフリー1ミリよね、からだから今度、いや、おじい、これ5000円だよとか4000円だよってあるわけじゃん。でも、こっち安くて同じ大きい画面見れたら、これでもいいかもしれないけど、でも 720p とか 480p とか、そこは犠牲になるわけじゃん。でも大きい画面で楽しめるよ、ね、ちょっとぼんやりするけど、暗いけど、みたいな。だからその値段優先で行くんだったら楽天、まあ最安ではないけども悪くはないかもしれないけれども、でも最低限のここら辺は使いたいよねっていう、こっから下げたくないよねっていうのがあるんじゃないの。だからこのヘビーユーザーついになって、だちゃんとまともに使えるもんだけど、まともに使えない人が多いわけだからね、結局。楽天モバイルをメインで使ってそれで収まる人はいいかもしれないけど、多くの人は楽天モバイルをメインにしてそれ1個に絞ったら困るわけだよ、ね、だから2つ3つ使い分けるっていうことになると、その人の年間の通信費っていうことでね、合算すると、楽天モバイルにだけ払ってる値段で考える頭の悪いグループなのか、それとも年間の通信費がどれぐらいで収まるのかなって考えるのか、そこで大きく違うと思うんだよ。だから結果から見ると楽天モバイルの存在自体がこの日本にいらないよねっていう、だ楽天モバイルさえ存在していなければ、だって今丸く収まってると思わない？公平に三つどもえで頑張ってるし、で利用者に対しても迷惑がかからない、そうでしょ？丸く収まるじゃん。だから楽天モバイルの存在自体がいらないんだよ。
もう役目は終わったんだよ。役目が終わったらお払い箱なんだよ。世の中当たり前でしょ。だ、日本国民からしてみても楽天モバイルはもう必要がないんだよ。違う？なんでそこまで楽天モバイルにしがみつきたいの？いろんなリスクがいっぱいあるのに、そのリスクに引っかかって大金奪われた人たち、また乗り換える羽目になった人たちの、そういうマイナスの部分を考えたことがないの？自分勝手だよね、すごく。だから不公平を武器にするわがままくんね、周りを見てないんだよ。狭いとこしか見てない、自己中、自分さえ良ければっていう、そういう考えなんだよ、ね。役に立たなくなったらお役御免でどんどん切り捨てる、ね、これが世の中の仕組みです。元気なおじいも楽天モバイルからそれを教えていただきました。以上です。皆さんはどう考えますか？以上です。